イングラハムはアメリカ海軍の駆逐艦。アレン・ M ・サムナー級駆逐艦の3番艦。艦名は議会名誉黄金勲章受章者であり、合衆国海軍後にアメリカ連合国海軍で勤務したダンカン・イングラハム大佐にちなむ。イングラハムは1943年8月4日にニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディング&ドライドック社で寄港した。1944年1月16日イングラハムを祖父に持つジョージ・イングラハム・ハンチントン夫人によって命名、進水し、3月10日、ニューヨーク海軍工廠で H.W. ゴードン少佐の指揮下就役した。バーミューダで公試み後、バージニア州ノーフォークで訓練された後、太平洋艦隊に配属され、1944年10月31日、マーシャル諸島エニウェトク環礁に到着した。11月半ばには、フィリピンのルソン島を空襲する空母の護衛を行った。12月12日まで哨戒活動や対潜戦を行った後、ミンドロ島への上陸作戦を支援し、12月15日には駆逐艦バートンと共にミンドロ島の南西で日本の貨物船を撃沈した。レーテ湾北西のサンペドロ湾に短期滞在した後、1945年1月2日に出港し、1月6日ルソン島西部のリンガエン湾に到着し、対空砲火や艦砲射撃を行った。1月終わりには日本本土空襲にあたる第58任務部隊に配備された。2月20日、サイパン島で修理を受けた後、2月23日、硫黄島攻略部隊に配属された。3月21日より沖縄戦に参加、5月5日。鳥梶川の喫水線上部に爆弾を受けて51名の死傷者を出した。その後カリフォルニア州サンフランシスコ湾にあるハンターズポイントで修理を受け終戦を迎えた。修理が終わった後、アメリカ西海岸で行動し、1946年5月7日からはビキニ環礁で行われる原子爆弾の実験に参加した。1947年2月24日、サンディエゴを出港し極東に配属されることとなった。洋上で様々な演習を行った後、6月末にマニラに到着、グアム、メルボルン、シドニーに寄港、珊瑚海海戦の戦場でのセレモニーに参加した後、10月8日、サンディエゴに戻った。カリフォルニア州沿岸に留まっていたが、1949年4月4日、ノーフォークに向けて出港。4月20日に到着した。大西洋で行動した後、1950年11月24日から第6艦隊に配属され4ヶ月間地中海に派遣された。1951年夏には大西洋に戻ったが、同年秋から1952年夏までは地中海に再び派遣された。1953年4月24日、空母オレーク・シャンプレインの護衛として、地中海からスエズ運河を通り、日本に向かった。6月9日、横須賀港に到着、その後朝鮮戦争に従軍している国連軍支援を行った。朝鮮戦争が休戦となった後、10月27日、ノーフォークへ向けて帰還した。1954年には、対潜任務、南米への航海、北、アイルランドで行われた NATO の軍事演習に参加した。1955年6月、オーバーホールを行ってから、スカンジナビア諸国に向けて航海し、同年9月6日ノーフォークに戻った。1956年7月28日、ノーフォークを出港し地中海の第6艦隊に加わり、スエズ危機の際、同艦隊の一員であった。同年12月4日、ノーフォークに、帰還、1957年9月、10月に行われた NATO の軍事演習に参加した。1958年2月、第6艦隊に復帰、地中海や紅海で警戒を行い、1958年7月2日、レバノン危機が起きる前にノーフォークに帰還した。アメリカ東海岸で行動した後、1959年2月13日から、第6艦隊に加わり、ワルシャワ条約機構との緊張に備えた。同年8月30日に地中海を離れ、9月7日からノーフォーク海軍工廠でオーバーホールを行った。1960年9月から1961年3月までは、フロリダ州のメイポート海軍補給基地を根拠地として活動し、その後バージニア州ポーツマスで8ヶ月間オーバーホールを行った。1962年2月23日、ロードアイランド州ニューポートに母港を移した。大西洋やカリブ海で活動し、マーキュリー計画に関係したり、キューバ危機の際には、ソビエト連邦により弾道ミサイルがキューバから撤去されるまで海上封鎖に携わった。その後1965年9月29日までアメリカ東海岸や地中海で活動した。1965年9月29日、ニューポートを出港、ベトナム戦争に加わるため西太平洋へ向かった。同年10月31日、横須賀港に到着、補給を受けた後、南シナ海に展開、空母タイコンデロガに同行し、陸上部隊の支援を行った。11月12日には、南ベトナムのサイゴン川を10マイル遡り、敵補給基地を攻撃。11月13日にはベトコンが活動している地域で行動した。1965年12月には、中国の海南東付近やトンキン湾で、ソビエト連邦の潜水艦に対する哨戒活動を行った。1966年1月1日から1月24日まで第77任務部隊の所属となった。2月4日、ベトナム近海から離れ、スエズ運河を経由してニューポートへ帰還を開始した。同年4月8日、ニューポートへ到着、補修や訓練を経て6月14日から21日まで、カリブ海で行われた上陸戦のための演習に参加した。1971年6月15日、退役し、同年7月16日にギリシャへ売却された。ギリシャ海軍から19世紀のギリシャ海軍のヒーロー、ミアウォーリスと命名され1992年まで活動を続けた。2001年10月9日、ギリシャ海軍により標的艦とされ、沈没した。沖縄戦での活躍などにより、第二次世界大戦の功績で4個、朝鮮戦争の功績によって5個目の従軍聖章を受章した。ありがとうございます。